エリアを中心に施設を巡る約45分間のツアーです。皆様、まとまってご移動していただきますので、列から離れたり、私を追い越しての移動はご遠慮ください。また、ご案内するエリアではお手を触れられないものもございますので、ご案内をよくお聞きいただきますようお願いいたします。なお、コロナ感染症対策の観点から、スタッフによる写真撮影はご遠慮させていただいてますので、ご了承ください。皆様にお配りしました、こちらのバスツアーは首におかけください。また、記載されてます QR コードはアンケートとなっております。プレゼントの引き換えはこちらの E にありますチケットカウンターになります。お待たせしました。それではツアーをスタートさせていただきます。では、まず E4 番、こちらをご覧ください。こちらの外苑門側 E ゲートですが、通常の国立競技場スタジアムツアーでもメインの出入り口として使用しています。普段はこの E ゲートを通って1階のコンコースから客席を下ってフィールドエリアをお楽しみいただいております。本日は競技場の外側を4分の1周ほど歩いた C ゲート中央門から入場します。それではこちら出発いたします。国立競技場はこの新しい姿になる以前から数々の名勝負を見守ってきた聖地とも呼ばれる存在でした。この大切な歴史を継承しながら、これからもスポーツと文化を発信するスタジアムとして2019年11月に新しい姿に生まれ変わりました。皆さんの記憶に残っているのは2021年の夏に開催された東京2020オリンピックパラリンピック競技大会でのスタジアムとしての姿ではないでしょうか。大会のメインスタジアムとして開催回数や陸上競技の会場として使用され、テレビで見た方も多くいらっしゃると思います。さて、こちらの壁にあるレースはハリウッドチャンピオンズと呼ばれる大会終了後にオリンピックスタジアム内に設置される名板です。1928年のアムステルダム大会より各大会で開催会場に設置されてきました。競技を表すピクトグラムとしてオリンピック50枚、パラリンピック23枚、各競技のメダリストの名前がオリンピック339枚、パラリンピック539枚に設置されています。最後にご案内いたしますが、国立競技場の外交部には見どころがたくさんありますので、ぜひ一周回ってみてください。それでは C ゲートに向かって進みます。
皆さんが立っているこのエリアが C ゲート中央門です。こちらの自動扉が VIP エリアの入り口です。先ほどの E ゲートと比較して一般的なスタジアムの入り口とは雰囲気が異なることがお分かりいただけると思います。それでは中に入っていきましょう。こちらが折り紙ホールと呼ばれる VIP ロビーです。こちらの天井をご覧ください。この天井は折り紙をモチーフに制作され、天井のラインは折り紙の折り目をイメージして制作されています。 VIP を迎え入れるところから日本の和のイメージが広がるような空間となっています。では皆様に注意事項をお伝えしたいと思います。今から2階エリアに進みますが、2階エリアでは VIP 客席に出られる時間もございますが、球場では本日あのように競技大会が行われております。また客席で騒いだり大声での会話はご遠慮ください。また競技の妨げになりますような声がありますとツアーが中止する可能性もございますのでご了承ください。ではエスカレーターでご案内いたします。ありがとうございます。こちらが2階の VIP ロビーです。こちらは VIP エリアのスタンドと VIP ラウンジへアクセスできるフロアです。国立競技場のスタンドは3つの層で構成され、下から1層、2層、3層と呼ばれています。これからご案内する VIP エリアのスタンドは真ん中の2層にあたり、メインスタンド側の中心に位置しています。スタジアム全体が見渡せる非常に見やすいスタンドで、クッション性のある特別な座席になっています。どうぞ座って座席の感触も確かめてみてください。それでは VIP エリアのスタンドに皆様をご案内いたします。ではこちらに続いてどうぞ。ありがとうございます。こちらとしてこちらが VIP 客席の入り口となります。こちらでは5分ほど自由にお過ごしいただけます。ではお楽しみください。これまで3,500円300円。
ました。それではこちらからお入りください。こちらが VIP ラウンジとなります。ご覧の通り、壁側には和紙のクロスが貼られ、窓側に障子が並び、日本らしさを表現したコンセプトで作られています。招待者を歓迎して、レセプション、会食など日本の和の空間でおもてなしをするエリアとなっています。それでは撮影などしていただけると、ハンバーグボタンを押していただきます。窓側などちょっと近づいてご覧ください。3階の VIP エリアへと進みます。3階では特に移動できるエリアが限られており、パーテーションの奥に進んだりはできませんのでご注意ください。それではエレベーターにて移動します。お願いいたします。NS はナショナルスタジアムの略で、お部屋で食事ができ、飲食をしながら競技観覧を楽しむことができます。本日こちらのお部屋も見ることができますので、品質と合わせてご覧ください。また先ほど今ご覧になりました屏風のところにも戻っていただけますので、どうぞご観覧ください。では5分ほどご自由にご観覧ください。
VIP エリアはこちらの貴賓室で最後になります。この後4階展望エリアへとご案内いたします。それでは4階にご案内いたします。こちらへどうぞ。こちらのフロアは4階、客席でいうと一番上、3層部分のコンコースに当たります。こちらは一般の来場者が観戦する際に通るルートを歩いていきます。歩きながらコンコースの外側もどうぞご覧ください。こちらの軒木差しと呼ばれる杉でできた縦格子が国立競技場の外周を取り囲んでおります。その上には植物が植えられ明治神宮南苑の森と建物の上を飾っています。それでは展望エリアへ進んでいきましょう。
こちらにお集まりください。こちらが展望エリアです。こちらからはフィールドと約6万8000席の観客席、そして60メートルの包み込まれるような大屋根が一望できます。大屋根には国産のカラマツと杉の木材を使用し、鉄骨と木材を組み合わせたハイブリッド構造となっています。スタジアムの観客席は1層から3層の下から上に向かってグラデーショナルに色を変化させたモザイク状のアースカラーを使用しており、森の木漏れ日をイメージしています。1層は土に近い濃い茶色、3層は光に近い白色を多く配色しており、外観と同じく緑豊かな神宮外苑の環境と調和するスタジアム空間を創出しています。2層の客席の前面にはリボンボードと呼ばれるフィールドを360度囲まれる囲むように設置されたディスプレイがあるのも特徴的です。このリボンボードは全長640メートルで国内最大級のものになります。VIP 客席から見た時との見え方、雰囲気の差も感じてみてください。こちらでも5分程度時間を取らせていただきます。皆様譲り合って記念撮影などお楽しみください。では、こちらからエレベーターで1階まで戻ります。ではこちらまでお願いいたします。
様、右手に東京スカイツリーがご覧になれます。もしよろしければ写真撮影と見てください。競技場スタジアムツアー特別企画 VIP エリア展望デッキツアーにご参加いただきありがとうございました。今いる場所は東側青山門のエリアです。あちらに見えます1964年のオリンピックで使用された炬火台や、こちらからちょっと見づらくなっておりますが、その先には東京2020大会時の聖火台が展示されています。また旧国立競技場から移設された壁画なども見ることができるエリアとなっております。またこちらの反対側には森のモニュメントがございます。入場時にお渡ししたマップを参考にこの後もぜひお楽しみください。本日のような特別なツアーをはじめ、今後もさらにブラッシュアップしたツアーを用意してまいりますので、またのご来場お待ちしております。通常のスタジアムツアーでも不定期ですが開催しておりますので、ホームページで空き状況をご確認いただき、ぜひご参加ください。また最後のご案内になりますが、こちらの QR コードからアンケートにご回答いただいた方には、集合場所こちら E のチケットカウンターにてポストカードを申請しております。どうぞご利用ください。改めまして、本日は特別ツアーにご参加いただき誠にありがとうございました。一日をお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。